策なのです。皆さん騙されてはいけません。目先の利益にとらわれず、私たちの将来を決める一人5000万の保証を求め頑張ってまいりましょう。西山近くは皆さんと共に東電国に完全賠償を求めてまいります。よろしくお願いいたします。